今日誰かのヒーローにジャスティスさんです。お願いします。はい、ハンズネーム VG アパレル店員に好かれるのは誰だ。はい、ということで、はい、皆さん服は好きですか。はい、はい、好きです。なくてはならない存在よ。そうですよ。それはそうよ。まあ言い方的にそのなんか昔はちょっと裸で過ごした時期もあったなみたいな。言ってるよそんなの。そんな言い方の言い方だった気がするけど。今回皆さんには古着を買ってもらいたいと思います。はい。はい。ということで今回なんとですね、竹下通りにあるですね古着屋グリズリー原宿店様で、はい、なんと古着の虎というものをやっていたんですよ。おー、古着の虎どういう意味ですか。はい、それちょっと説明するとですね、YouTube とか TikTok の撮影協力してくれたら、まあ、僕ら登録者今60万人超えてるので、はい、7万円分が0円でもらえます。めっちゃいいやん。7万円やばいです。ぜひこれ見てる YouTuber の方とか TikTok の方でもいいらしいので、ぜひ見たら行っちゃってください。おー、はい、どんどん拡散してくださいということなんで、今度は僕たちグリズリー原宿店さんに行かせていただきます。ありがとうございます。ということで、まあ、僕ら5人いるので、1人だいたい約、まあ、1万4000円ぐらいの、洋服を買えるということでですね、今回ただもらうだけじゃ何も面白くないですよ。YouTuber たるものやっぱ面白くしなきゃいけない。今回ヒユくんを除いた僕ら4人で、1万4000円分の以内でコーデを組んでもらいます、洋服の。はいはいはい、でその中で組んだ後に、美人アパレル店員さん3名に、どれが一番いいですかっていうのを聞きましょう。はい、ビリの方にはですね、まあ、1万円分の古着をご購入してもらいたいと思います。はい、まあ、これは当たり前です。自腹ね、そっちは。そうです。なるほど、なるほど。1万4000円もらってるからね。そうよ。確かにね。しかも、勝てばいい話です。そうよ。ということで、ヒルが僕がカメラマン兼 MC ということで。やっとじゃあ、俺は普通に勝負なしで。どうするかだよね。なんでそうか。分割版？それはあれじゃない？店員さん3名に、ヒユくん、あげるかあげないかを選んでもらって、あげないがよかったらじゃあ。まあ、それ2択に勝てばいいですね。そうですね。いいでしょう。まあ、ということで、はい、早速、明日行きましょう。はい。それでは任務へ、レッツゴー！はい、ということです。原宿に着きましょう。じゃあ、早速、古着屋へ行ってみましょう。レッツゴー、こちらへ行きましょう。はい、こっちへ。楽しみ。めちゃめちゃ広いよこれ。何この広さ。テンション上がるな。テンション上がりますから。はい、ということで今からそれぞれ買って、まあ、最高の一コーデ組んで、はい、1枚目は同率1位だよね全員。そうだね。お姉さんがもう全員選べませんって言われちゃったら、はい、これ比喩が購入ってことですか。ああ、まあそれはまあいいでしょう。OK という感じで、じゃあ早速見ていきましょう。はい、行きましょう。はい、ライオさん目星はついてますか。まあ、やっぱ夏ですから、はい、もうねパッと目につくこういうシャツ。あ、かわいい、うん、シャツいいよね。ちょっとサイズが合うか分かんないですけど、かわいいね。こういうねちょっとなんか夏っぽいのをイメージして、まあ、夏、彼女と海岸ビーチにデートしに行く海岸でね行きたいと思います。はい、いいですね。なんかカニ食べたりとか。おー、いいな。なんかいろいろそういう風にちょっと選んでいきたいと思うんで、ライオはじゃあ上はシャツで攻める感じですかね。シャツいいな、なんか夏って感じですよ。これとかも可愛いな。おー、シャツ可愛い。こういうね、うん、とかもすげえ。これ 3D ニット欲しかったんで。うわ、いいね。でもマジで今じゃないですよ。そうかね、待って、こんだけあったらやばいよ。まあまあ今回シャツ、まあ、今回のコーデにはそうだね。はい、ゴーキさんどうですか。はい、いや俺ね多分このメンバーの中で一番ファッションにあの重きを置いてないというか。まあそうだよね、みんなおしゃれじゃん。ああ俺だけあの本当にファッション通ってなかったから。俺大学生まであの下着とパンツで学校投稿してたんですよ。マジで。確かに俺もなんか投稿中いるなと思ったらゴーキだったもん。2回ぐらいですか。そうなんだよ、ファッションマジ気をつけなくて。だからねちょっとね怪しいんで俺一番。じゃあ例えばデートとかでどういうデートをイメージしてるの。デートか、まず捕まらないこと意識。はい、そこね。まあ、真面目にいくと俺結構みんなと違って落ち着いた系選び方だから、はい、まあ、女子向きはいいんじゃないかなと思います。うん、派手派手じゃん。でもあれだよ、ここにいる女の人の好みをドンピシャで当てないといけないから。そうなんだよ、今回はちょっと派手派手好きそうな気もしたから。ちょっと怪しいね。じゃあそういうとこ攻めた方がいいんじゃないですか。ちょっと攻めちゃうのはある。はい、ということでヨシキ、ファッションで言ったら俺でしょ。まあヨシキも強いですね。でプラスあの今回女性の店員さんに聞くじゃないですか。はい、今さっき男性の店員さんいたんで、はい、ちょっとコツを。あ、うまいね。伝授してもらいます。そういうところ上手ですね。なんでとりあえずシルエットを統一をさせるらしいんです。うん、はいはい、ダボっていう上がしてたら下も下もダボと、うん、っていうのが、まあ、古着コーデの組み方って言われたんで、はい、
まあ、そこは取り入れつつ、はいはい、まあ、自分のね個性っていうのも大事にして圧倒的な差をつけてね満票でしょ。うわ見たいねそれ、うん、勝てる。あ、おっとちょっとライバル視してますからね。ライバルということで今、まあ、あそこに女性がいたんですけど、はい、あのジャスティス布教しときました。あ、おー、いいね。で、あの一番 お兄さん僕が、うん、あのおしゃれと言ってました。この服で、この服で目が言ってました。この服はだって言葉は一切メンバーカラーですからという感じです。でも俺のターン無駄にすんの。今回メンバーカラーの緑っていうのはこだわるかこだわらないかと言ったらそこはね迷うところ。捨てたくないね。捨てたくない。緑をちょっと入れたいと。緑はね、ちょっと差し色でもいいから入れて、はい、まあ、勝ちに行きたいと。メンバーカラー使って勝ったら本物で。いや、それは本物で強い。なんなんですか。はい、ということで翔太くん、はい、どうですか、見た感じ。見た感じ、なんかありすぎてどれを着ようかなっていう。なんかさ、そうだな、あいつなんかうるさいとか言いますけど。うるせえんだ。どういった系で攻めるとかっていうのは。シンプルに攻めようかな。ジーンズに T シャツ。ああ、ジーンズ。ちょっとじゃあジーンズ今見ていますけど、はい、そうですね。まあ色味もいろいろあるんで、どの色味で攻めるかっていうのも。夏のデートコーデでしょ。そうだね、夏だね。なんかライオはなんか海岸デートを想定してるみたいで。おー、まあ、でも翔太この辺もあれじゃない。あ、もう大好き。ただデートコーデで翔太大好きだよね。あ、もうこんなの最高じゃん。今すぐ欲しいぐらい。いいんじゃない。あ、今回あのメンバーからの紫っていうのを取り入れるか取り入れないかっていうのをちょっとなんだよ、ね、聞きたいんだけど。ヨシキは差し色でもいいから入れていきたいとは言ってて、まあ、そこはセンスでなんとかします。あ、ヨシキさんどうですか。見せちゃうな。え、何回いいんですか。まあ、お楽しみ。あ、お楽しみ。一回試着して合うか合わないかだけ。あ、わかりました。ちょっと待ってて。じゃあ、終わった頃に行きます、ね、終わった頃なんで。はい。あ、ライオン試着ですか。僕もちょっと試着していきたいと思います。はい、行ってきてください。あれ、ヨシキ、長いけど大丈夫。ヨシキ、ヨシキ、大丈夫。はいー。安子です。何ですか。あ、安子ですか。悪くないな。ここ、Wi-Fi 飛んでるな。かずれ。いいですね、評価は。サングラスかければテレンスルーになれたんですよ。いいね、ヤグセンス高いね。じゃあヤシコはこれで。これ違う。いや、これ多分結構今評価高かった気がする。ヤシキこれ今何点ですかね。あ、お笑いとしては90点ぐらい。あ、ヤシキそのまま行ってもいいかもしれない。最後にもう一回ハイだけ。はい、いきます。はい、ということでやっと。ボキさんこれで行くんですか。うん、ムバッペ4人いるわ。ムバッペ。あ、いいね。ワンチャンありだな。ワンチャンありだな。はい、ということで翔太くん気が終わりましたか。はい、終わりましたよ。じゃあ出てきてください。よいしょ。はい、はい、こんにちは。じゃあこんな感じです。はい、ちなみにです。はい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 。一応意気込みというか何か意気込みね。あんまり着たことないコーデ、自信あるかないかって言われれば半々ぐらい。でもかっこいいよ普通に見て。靴がさ、めちゃくちゃそうなんだよ、ね、あ、そう、靴がね、今回それだったから、うん、いいんじゃないでしょうか。 OK、はい、じゃあ続いてヨシキ行きましょう。はい、はいはい、ということで次ヨシキの番です。はい、まあ俺もね、まあ、着替えて、はい、堂々の1位取ってやります。おー、いいね、かっこいいね。行ってみましょう。はい、ということでヨシキ君出てきてください。はい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 、全身見せたいです。おぉ、はいはいはい、はい、軍パン、軍パンにカーディガン。ちゃんと緑意識してます、ね、緑もね、ちょっと自分メンバーカラーなんで、うん、取り入れつつ、うん、夏なんで脱ぐこと多いじゃないですか。はい、その時でもやっぱ映えるというか。あ、そうですね。Tシャツ1枚だけでも輝きを放つ。夏用コーデじゃない。夏用でよ。これ着ろ。あの夜とか寒いんだよ。夜寒いですね。女の子とか寒かったらかけてあげると。おお、優しい、うん、なんでね、まあ、はいはいはい、はい、ということで、はい、続いてはライオです。はい、行っていきたいと思います。うー、かっこよく頼むよ、まあ、今日はシンデレラになります。お前やめなるんかい。向かい行け。おお、アロハシャツっすね。はい、こんな感じになりました。はいはいはい、眩しいね、君も。例えば夏なんで、ちょっと、はい、遠くから見てやっぱ夏祭りとか女の子と今こうやってデートしてるわけであぐれちゃってします、人混みで、はい、けどあ、ライオだっていう。うん、わかる。それはね、赤だもんね。あとちょっとズルじゃないですけど、店員さんといろいろ相談して決めたということで、はい、それズルじゃないです、テクニック。そうですよね、はい、こちらになりました。いいね、ありがとうございます。涼しい、涼しそうですよ、ね、はい、続いてはゴーキくん。はい、じゃあまあね、こんなから一番自信ないんですけど、まあ最下位じゃないといいかなぐらい。まあそうですね、お店行きますよね。はいはいはい、まあ、という感じで、はい、行ってきます。行きます。はい、行きました。
チにしました。豪輝もメンバーカラーで締めましたね。もう青ですよこれ、はい、なるほど、パンツ白で、はい、でも豪輝いつも豪輝こんな感じがそうですね。でもちょっといつもよりなんか可愛い感じで、まあそうあざとい感じでいっちゃいました。自分で言うやつあざといに行くんね。はい、ということで早速4人ともできたんですけど、はい、これを聞いていきたいと思います。はい、はいはい、で女性の店員さん3名に聞くので、はい、まあ、自然とビリが出ると思うんですが、うん、まあ、ということで早速審査してもらって、はい、まあ、悔い残らず負けた人も嬉しく逆にプラス1万円買えるということで、そうだね、行きましょう。はい、はい、ということでじゃあ早速審査に参りましょう。はい、ということで早速今から評価してもらいたいんですけど、はい、誰か1人にとりあえず最初に選んでいただければいいと思う。じゃあお願いします。お願いします。せーの、はい、おお、何が翔太、翔太が2票俺ですか。おい、嬉しい。はい、ということで、はい、いきましょう、いきます、せーの、ということで2票入って5票入ってるということで、これが負けのコーデです。こんばーい。え、1位どの最下位？ちげえちげえ、はい、1位は翔ですね。え、マジですか？脱いだ方が良かった。脱いだ方が良かった。あ、そうでしたね。なんでしょう、頑張ろうとしたそうですね。普段着ればいいってもんじゃないですよねということで、ビリはヨシキ君です。彼はこれからまたプラス1万円ご購入されるんで、ぜひ一緒にアドバイスしてあげてください。はい、ただちょっとないんで知識が、やられが教えます。ということで皆さんもぜひ竹下通りにある、グリズリー原宿店さんにぜひ来てください。はい、お願いします。はい、わかりました。じゃあまずよしき君1万円ご購入お願いします。はい、じゃあ最後、はい、ということでよしき君残念ながら負けちゃいましたけど、はい、この2着を購入します。いいね。おこれ俺多分どっかで店員さんが言ってた、この猫可愛くないっつって、うん、これねちょっと古着感あってやっぱ可愛いなって、うん、可愛いね。やっぱ夏と言ったらシャツでしょ。はい、いいね。この2着をじゃあプラスで1万円ね、はい、今から購入していきたいと思います。はい、まあ勝負には負けたけど、うん、実質勝ちみたいなところありますから。だって1万服持ってますから。そうですね、可愛すぎる。そうだね。最後まで動画見てくれて本当にありがとうございます。いや、改めて古着屋グリズリー原宿店さん本当にご協力ありがとうございました。最高に古着たくさんこれからも着ていきたいと思います。それでは次の動画へ、バイバーイ。